日本神奈川県横浜市緑区、鴨居鴨居は、神奈川県横浜市緑区にある地名。現行行政地名は鴨居い1丁目から7丁目と、鴨居町。住居表示は鴨居い1丁目から7丁目が、実施済み区域、鴨居町が未実施区域。郵便番号は鴨居い1丁目から7丁目が226の 0003, 鴨も町が226の0004。000 駅北側を鶴見川が流れ、対岸は鈴木区となる。南側は、保土ヶ谷区に、南東側は、神奈川区に隣接する。北側を、JR 横浜線が通り、鴨井駅が一丁目に位置する。南側から西側へ、神奈川県道109号青戸城西側線が通り、さらに、横浜市の都市計画道路として、山下長津田線や鴨井上飯田線。 はざわいけ線の整備も進められている。鴨居は、純然たる、住宅地ではあるが、鴨居駅周辺を中心に商店が多数存在し、横浜線の快速停車駅にも選ばれた。さらには、大型商業施設のララポート横浜が開店した。従前より、宅地開発が著しく、大型マンションや健康者、竹山団地、急行団西姿団地など大規模住宅団地などが、 数多く立地する。ララポート横浜が開店したのを皮切りに、鶴見川対岸の続き区にも、鴨居の名を関するアパートやマンションが建つなど、宅地開発の波が及び、域内の人口は今なお増加の一途をたどっている。増える人口とは裏腹に、駅周辺の再開発はほとんどと言って良いほど進んでいない。歩道も満足に、整備されていないような片側一車線の道路が、 谷と筋や尾根筋、横浜線沿いに互いに絡み合って伸びているだけであり、年々増加する交通量を全く裁き切れていない。ゆえに、周辺は朝から晩まで年がら年重大渋滞に見舞われており、混んでいない時の方が珍しいくらいである。特に横浜線に沿った東西方向の交通は、時間帯によってはほぼ麻痺状態とも言える深刻さで、これを避けるために、 山越えの生活道路が抜け道として選ばれているが、その道とて極めて急勾配かつすれ違いに難儀するような狭さで危険なため、朝晩は車両通行止めの規制が敷かれるありさまである。これを抜本的に解消すべく、前述の都市計画道路三か長津田線が中山方面から鴨井駅を避けるように駅から南東方面に伸びる姿道路に接続される計画で、 現在事業中である。一方、鴨井地域を南北方向に貫く交通は、鶴見川に架かる鴨池大橋が開通したのに合わせて、それまでの片側1車線から片側2車線に拡幅されて、だいぶスムーズになった。主に朝晩に鴨井駅前に通じる接続路を先頭とした混雑が起きる程度である。江戸時代までは、武蔵に続き軍、鴨居村と称した。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。学区一覧、ありがとうございます。